あ、来た。あ、ありがとうございます。はい、しに行きます。今日もジローラーメン食べてきてるのかな。そうだっけ、ジロー好きなんだっけ。前回ジローラーメン食べてきたの。うわ、マジでササルマさんと一緒やん。いや、本当だ。その辺もそう、今回は前園さんがササルマさんの高大の同級生で気づくのかっていう。ありがとうございます。よろしくお願いします。暑い中すいません、急遽ありがとうございます。痩せられました。確かに。いや、確かに30キロぐらい痩せました。そうっすよね。なんか随分と。なんでなんですか。いや、やっぱ子供がちょっとでっかくなってきたんで、体力ついていけないとっていうことで。あ、筋トレしてるってことですか。筋トレと食事制限といろいろやってます。どうしたんすか。マジ全然違う。いや、違う、確かに。あ、事務所。あ、そうなんです、そうなんです、そうなんです。お願いします。あ、どうぞ、そっち座ってもらって。そうだ、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 全然なんかある顔してる。いやいや、何もないです。あれ多分同級生だ。あ、すごい。わかります。いや、すごい。そんなことあるんすね。ほんとだ。あ、びっくりした。今すごい悩んで、同級生と元カノにめっちゃ似てるんですよ。元カノにも似てる。どっちだと思ってた。多分もう同級生の方だと思って。ほんとだったんだ。わかるんだね。ではあります。ほんとだった。そっちの人は声聞いて分かった。あ、分かりました。名前分かります。はい、笹沼さん。おー、すごい。めっちゃ本当じゃないですか。そうだそうだ。笹沼さんから本当に自信なさげに同級生だったんですよ。で、ね、自信持って言ってください。同級生なんだから。あっちはあっちは覚えてるか分かんないですみたいなことずっと超保険かけまくってた。そうずっと言ってたよね。この前40万人行かれたじゃないですか。はい。で、その時のなんか生配信でなんかファンの方が多分相馬さんとコラボしてほしいですって言ってくれたみたいで。あ、そうですそれでなんか早友さんが、うん、あ、僕もしたいですって言ってくれたらしくて、うん、でも僕からは連絡できませんみたいな。なんでなんすか。いや、ね、いや、うちだってそのちょっと特化型じゃないですか、心霊に。ってなるとやっぱ迷惑かかっちゃうことが結構あるんで、はい、だからコラボはこっちからオファーしたことは5年間で2回ぐらいじゃないかな。あ、そうなんですか。ほぼ全部向こうからいただいて、あの、一体僕はコラボ好きなんで、いただいたら全部あのお願いしますって。そうなんですね。お化け見えるやつからオファー来るってめっちゃ嫌じゃないですか。そうそう、自分になんかあるみたいな思っちゃう。確かに。そうか、ちょっとなんか怖いもんね、まあ、警告で。その話をしてたら、そういえばなんか同級生なんですよみたいになって、あ、これも絶対行った方がいいじゃんって。それはそう、繋がっちゃったんですよ。はい、なんか噂によると、なんか一人ラグビー部だったんですか。あ、そう高校も同級生だっけ。一人でラグビー部してましたってのがマジでおもろかった。一人なんですよ俺。3年間一人。こんなことあります。早友さんと会ってから普通に撮ってたつもりだったんですが、なんか最近僕らもなぜかスピ系チャンネルって言われるようになって、あのユイ先生いるじゃないですか。ユイ先生、はいはいはい、ユイ先生がなんかめちゃめちゃ普通になんか話が合うみたいな感じで撮ってたら、なんかわかんないけど俺らもスピになってたんですよ。いや、俺が言うことじゃないですけど、よくないですか。よくない。やっぱよくない。スピチャンネルはそんな。よくないです。エピソードいっぱいやってるつもりないですけど、まあ、ここに引っ越してきたからかもしれないですね。そうなんですか。なんか隣がお墓なんですけど、ね、ああ、そうかそうか。めちゃめちゃ暑いなって思っちゃったんですよ。なんか僕の中ではその事故物件とか伸びるイメージ。なんか起きそうみたいな、ね。そうそうそう。そしたらもう案の定霊がいるってなって。そしたら由衣先生がなんか相馬が開花してた。言い出して。そうなんですよ。もう開花しだしてきてます。仲間にしたいです。よくないよ、由衣さん。本当それは引き込もうとしている。世界にね。この間ユイさんとコラボして何が辛いですかって言ったら孤独って言ってました。ああ、そうなんや。そうなんだ。だからあんな福岡旅行もう笑顔でついてくるやろ。いやいや、福岡旅行行ったんですよこのまま。もう霊関係なしに福岡旅行。素晴らしい。ユイさんはね、ほんととにかくマジでいい人だから、その霊媒師とかじゃない方面で俺はみんなにも愛されてほしいなって。ああ、それはめっちゃ思いますよね。すごい思う。普通人としてめちゃめちゃ面白い。めっちゃいい人、ほんといい人なんだ。やっぱそうなんですね。
この前エミリンの動画見たんですけど、はいはいはい、エミリンの彼氏ともうシークエンさんとユイ先生って謎のカップリングだったじゃないですか。本当に一生格闘技、そう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 、ね、あれめちゃめちゃやりにくいですよね。いや、やりづらいですよ本当に。電脳者同士ってあんまり合わせない方がいいって言うじゃないですか、うんうん、ただユイさんは僕ほとんど見る分が同じだったんで、あ、そうなんですか。楽でした。ユイ先生もあ楽でしたって言ってくれたんで、これ組み合わせ良かったパターン。いや、やっぱ違うんですか見えるものって。すごいざっくり言うと、例えばなんか高次元の存在とか、はいはい、神様とかっていう風に言われちゃうと僕は何にも分かんないんで、うん、ああそういうのもいるんだなぐらいの感じで思って、うん、俺はただ死んじゃった人が見えてるだけなんで、うん、それはちょっとついていけない時はあります。なるほど。あ、高次元の存在とかそういう括りもあるってことなんですね。ありますあります。龍神様がとか、お釈迦さんが降りてきてとか言う人もいるけど、それは俺は何にも分かんないんで、そういう人もいるんですね。そういう人もいるんだ、めちゃめちゃ。そういえば今、うん、すげえ思い出してって、はい、もうシーケンさんって都市伝説も最近めちゃめちゃやってますね。いや、そうなんですよ。いや、もうなんだか直樹マンといっぱい撮ってたりするじゃないですか、はい、で俺ちょっと今普通に思い出したんですけど、めっちゃ気になることがあって、なんかツイッターで回ってきた動画ちょっとね撮ってないんだけど、うん、なんか占い師の人と、はい、あと海老蔵かなが話してて、うん、はい、25年になんか僕ら海外行こうと思うんですよみたいな占い師の人が出た。で25年っつって、はい、あれ、え、それってそうだよね、うん、いやいやいや別に、いやそれもう分かってるんだよ、え、そういうことですよねみたいな、うん、それですみたいな、うん、で、ちょっとこの後撮影終わった後1分間お話できますかみたいな話があって、海外行くってどういうことみたいな、めっちゃ気になるやん。都市伝説でいうその2025年問題、そうそう、はい、なのかなっていうので、ちょっとそこがなるほど、いきなり都市になって本当スピーチャンネルになっちゃったんだけど、いやいやいや、まあまあ、まあ、でも俺はなんかあんまり見ない方なんで、うんうん、めっちゃ興味あるっす。いや、そうだよな。何があるんですか。しかも海老蔵さんがそれ、その占い師の人とその収録も回ってて、収録後にやりましょうって、まあ、演出だとしたらちょっとリアルすぎるな。確かに本当はダメなんですか、あんまりそういうのって言っちゃう。いや全然俺言っちゃいけないことなんかこの世にないと思ってる。おお、全然大丈夫。そんなアクセル踏んで大丈夫ですか。初めて都市伝説界隈で消える人になる。本当になんか言うじゃないですか都市伝説。これ言うと本当消されちゃうんですけど、はいはいはい、大丈夫、消される都市伝説なんかないんで大丈夫。あ、ないですか。ないですね、まあ、あと俺吉本興業所属の霊が見える都市伝説好きなんて、こんなうさんくさいやついない。いや確かにね。こんなうさんくさいやついないから、やっぱ俺が言っても別にみんな誰が言ってんだよみたいに言うだけなんで、はいはい、何にも大丈夫です。海老蔵さんのやつってどういうことだと。結構もメジャーなんですけど、たつきりょうさんって知ってますか。あ、知ってます知ってます、はい、311を的中させたという漫画家さんの方で、はいはいはい、あのあれですか、未来の漫画を描いた人。あ、そうそうそう、表紙に私が見た未来っていう漫画を描かれた人で、はい、うん、でその方が本当の災害は2025年の7月に訪れると言っていたんですけど、うんうん、はい、まあとはいえ漫画家さん一発当てた人が、うん、次もう一回言ってるっていう、まあ、ちょっとノストラダムスに近いというか、そんな感じじゃんと思ってたんですけど、ここでもう一人、まあ、おそらく物理学賞を取るであろうと言われている安江邦夫先生っていう人がいるんですよ。でこの人も7月やばいよって言い始めたんです。25年のですか。そうです。なので物理学者の人といわゆるスピ系のすごいトップランナーの人がどっちも言い始めたんで、割とマジなんじゃないって言ってムーブメントが起こってる感じです。へえ、うん、早友さんはじゃあ来年の7月とかは日本から離れるみたいなのを考えてるんですか。いや考えてないですね。へえ、特に僕はどっちかっていうと、はい、別に僕が正しいとは思ってないですよ、うん、思ってないですけど、もし25年に滅亡するとか大災害が起こる、うん、でそれはいわゆる上の階級の人が知っているのだとしたら、うん、はい、26年とか27年完成予定の事業に投資する企業なんかいるわけないと思ってるんですよ、はい、でそれがいるってことはまあおそらくは滅亡しないんじゃないかなっていうふうに思ってるのが一点、はい、とそういう動きをしてる人がちょっと少なすぎる気がするんですよ25年問題って。なるほど。なんかね、言ってみればトップ階級層の人が最初に動くはずなんで、まあそうですよね、シェルター買ったり食料庫作ったりとかするはずなんですけど、はい、そんな動きも特にないんで、そこまで心配しないでいいんじゃないかなっていう。冷静だ。まあ、そういう人たちも付き合いもあったりするわけですもんね。まあ、ちょこっとですけど、はいはいはい、大阪万博とかはいつあるんだっけ。来年ですね。来年か、はい、じゃあちょうど25年25年の6月から10月とかでしたかね。
ドンピシャなんです。人が集まってた。ドンピシャだね。ただ、25年問題の一番僕がうさんくさいと思い始めちゃった点があって、これは、言っとくと僕は、たつき先生も安江先生も好きです。うんはいはい、ですごい方なのは知ってます。うん、だからそこへは信頼してます。うん、ただ、25年って言ったら再生数回るんですよ。あめちゃくちゃ回るんですよ、マジで。え、そうなんですか。これ、小薬さんも言ってました。2025年ってつけときゃ回るっていう人。ほな、じゃあこれ、じゃあもうこれもう25年つけないですか。俺マジで気になってただけなんですけど。絶対つけてください。めちゃくちゃ回るんで。そうなんや。そうなんすか。で、それを誰が嗅ぎつけたかっていうと、はい、制作会社なんですよ。はぁ。でいわゆる何も見えてないけど預言者だスピだっていう人いっぱい引っ張ってきたりとか、うんまあ、いろんな自己啓発系の人たちをどっかから引っ張ってきて25年危ないですよみんなで気をつけましょうねって言わせとけば回るんですよ。あみんな気になっちゃうからな、まあ、だからこういう人がいっぱいいるってことですね、まあ、こういう人とかあとまあ小薬さんみたいな人が、ねはいはい、いっぱい出てくるんですよ。いやーいいなそうなんです。でもそれ呼ばれる立場なんですもんね。結構立場です、立場です。僕はどっちかっていうと全然緊張感ない顔してるんで、あ見てる人がそんなに大丈夫なんじゃないかなと思ってもらいやすいからっていうのもありますし、うそうです、ね、あと明日死んでも僕そんな後悔しないんで。かっこよすぎやろ。それはなんかキャラと違くもんですか。なんか全然なんかそんな後悔しないんですよ。いやジャンプの主人公見てるのめっちゃかっこよくないですか。いやいやいや、うまいも食ったしテレビも一周したし、すげえ可愛いことデートしたこともあるし、なんか全部やったなと思ったんでもういいやと思って。もういいんですか。だいたい人生上がってますから、あもう人生上がってます。だいたい人生今余生なんで。もうじゃあもう今もう目指すこととか別にないですか。早いと思うんすか。うん、まだ今あるちょっとでかいライブ企画したりとか一個一個作ってはいるんですけど。どこでライブするか知ってる。早いと思うさ。有明百人。すごい。1万2000ぐらい入る。1万2000かけ2ですね。かけ2つですか。あの昼夜公演あります。俺と直樹マンの。あ、なお2人で光でそんだけ集めるのすごい。いけるんですか。演者さんもちろんたくさん出るんですけど、はい、一応僕と直樹マンしか言ってないんですけど、はい、まあありがたいことにもうおそらくチケットは大丈夫そうです。すごまあこれも2025年がテーマなんで。ああ2025年について喋る喋る。まあ一部そうですね。ああだから直樹マンも言ってて2025年生き残りたいやつ集まれって言ってる。あーうわーすごい集まりそう。うまいなー。うまいんですよ。うまいなー。それいいね。これそのタイトルもらうちょっとこれ。そう、ね、生き残りのやつ集まれっていう。もう指差します。一回みんなでこうやってこうやってこうやってあこれ行こう。これサムネ使わない。サムネいやなんか俺らがさこんなはずよ。この前ヤスさんが来てくれて、はいはいはい、ヤスさんのこの人の話とか聞いてヤスさんの言っちゃいけないとこみたいな、はい、それを聞こうと思ってたんですよ今日。でも都市伝説に完全に変わっちゃいましたね。いやもう急に変わったね、うん、でも都市伝説は25年問題よりその先のがめちゃくちゃ面白いです、うん、え何なんですか。いやあのおそらくですけど2030年から毎年本当は1000年ぐらいかかるイノベーションが起こってきます。イノベーションですか。ってことはその文明が進む的な話ですよね。異常に進む産業革命以上にみたいな感じ。毎年産業革命が起こるってこと。毎年2030年かな。そうか、その蒸気機関車を初めてできたみたいな。あ、そうです、そうです。そのレベルのことがどん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 起きていく可能性が。これ僕一人じゃなくって何十人っていういわゆるなんかテレビとか出たりしてる脳科学とか人工知能とか研究してる人に聞くと、はい、大体30年が目処じゃないかなって言われるんで。それやっぱ AI が頭良くなりすぎちゃってどん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 みたいな感じ。あ、まあそれとも言えますし、すごい。あとはエネルギー問題のことだったりとか。そこもしかして行っちゃうんすか。解決しちゃうとか。あの25年とかのより一番チャンネルがバンされる可能性がありますけど。怖ー。だってされない程度に。あ、されない程度にちょっとお願いします。言うと新しいエネルギーっていうのは、うん、まあいろんな角度から作られてるんですよ、うん、今多分一番メジャーなのは核融合ですよね、うん、核融合発電っていうのが、うんはいはい、新しく作られてるとか、それ以外にも、まあ、一応爆発系で作ってるものとかあとフリーエネルギーとか、うんうん、いろんな路線で作られてるんですけど、まあ、ことごとく途中で終わるんですよ、うん、だからなんでかっていうとやっぱエネルギー産業が一番儲かるので、うんここに足突っ込もうとするとやられる、うんうん、っていうのはもう今まで教訓で分かったんです、うんはい、なんで多分あるのは市販でエネルギーが売られるようになります。
師範で、あ、民営化じゃないけど、なんかその、そういうこと、そうですか。あ、例えば1000万で買い取ってもらえれば、一生別に電池とか電気代とかかかんないですよっていうものを買うとすると、一般の人はいや、じゃあ電気代払うよってなるんですけど、お金持ってる人の方が早く気づくんですよ。あ、これ買った方が投資じゃん、はいはいはい、安上がりじゃんって言って、みんなが買っていく。で、みんなが買ってくれると売れる保証がつくんで、だんだん値段安くできるんで、もうちょっとお金ない人まで買えるようになるとか。だからNTT がもともと国営だったのが、こうそれぞれが持ち出したみたいな話になっていくんですよね。あ、だからお、それはでもいいこと、いい、めちゃくちゃいいことなんですよ。確かにこれ、確かに妨害する人、そうですね、めちゃくちゃ、確かに、しかも多分何も言われないでやられるっていうパターンやな、うん、一番問題なのはおそらくですけど、人口問題が一番問題なんで、人口はまあまあ減っていくはずですよね、うん、そうですね、僕らの生きてる間になるか、俺はなると思ってますけど、うん、絶対一夫多妻制になるんですよ。一番人生の幸福度が高いのが南米と、みんなアフリカなんですよ、はいはいはい、で、ここナイジェリアとかあるんですけど、はいはい、一夫多妻制の国がめちゃくちゃあるんですよ、はいはいはい、で、それだけが原因じゃないですけど、はいはい、あのつまり一夫一妻制っていうのが幸福度には直結してないことは分かってるんですよなんで、例えばですけど、一番あり得るのは、先進国を中心に生まれた瞬間から3回まで国籍を選べるとか、例えば日本に住んでるけどナイジェリア国籍にしちゃったら、法律はナイジェリアの法律が当てはまるから一夫多妻制で、なるほど、できちゃうとかっていうことが発生していって、はい、まあ、人口問題をどうにかして解決する方法が進んで、あ、なるほどね、そうなんですよ、やっぱ解決したいんですね、みんな人口問題を、したいです、あ、そんなしたい、あの今のところ、計算して解決できた国が1カ国もないんですよ。へー、人口問題をないんです、お金あげても解決しなかったし、偶発的にちょっと子供が増えたところあるんですけど、うんうん、それはじゃあ少子化対策が効いたのかっていうと全くそうではないんで、なるほど、超闇ですけど、うん、女性が社会進出すればするほど少子化は進むんで、まあまあそうですよね、そうなんです、うん、だからまあ解決しようがないんですよ、闇やな、それ、闇ですよね、なんとも言えない、ね、本能に訴えかけると早いもんね、うん、一歩出させんし、いろんな人とボンバン、うん、ただ今その女性の社会進出ってもうメインテーマみたいな、そうですね、もう感じじゃないですか、正直言っちゃうと、働きたい女性もいっぱいいるだろうし、で、男は逆にね、主婦の感じになったらよりですよね、そうです、あのご家庭で子供を育てるっていうの、そもそもの概念がなくなる可能性があります。大そうだ、地域で港区で生まれた子は港区で育てるとか、おっていう概念になっていく可能性、 そしたら子供がいない地域に住みたい人はそっちに引っ越しちゃいけない、うんうんうん、なるほど、っていう住み分けはできてく可能性は十分高いんじゃないかなっていう、楽しみになったっすね、なんか僕なんかもう、うん、一夫多妻制、うん、一夫多妻制、一夫多妻制、それは別に楽しみな話じゃない、そういう世界を見たいってことね、自分なりそういう30年からの、そのイノベーションラッシュ、あ、はい、イノベーションラッシュ、まだ39とかですよ、あ、40とか、絶対経験できないんですよ、まあ、僕ら、まあ、笹沼さんと同じでしたもんね、おー、そう、まだ40手前でイノベーションラッシュがポンポン始まるって、うん、いや、めっちゃ見れるので、ね、超楽しみじゃん、超楽しいですよ、プラスなこともあると思うんですけど、マイナスのこともやっぱあるんですかね、マイナスなことは基本が分配されることがなくなるんじゃないですかね、ほう、いや、貧乏人と富裕層の差は圧倒的に開いていく、あー、やっぱりそうか、あの、あ、だって仕事がないんですもん、うん、あ、もうなくなっちゃうってことか、だいたい自動でやってくれるようになるんで、今なんか CM もプロンプトしっかりやれば作れちゃいますからね、あ、 AI で、あ、そうか、 AI えぐいですよ、だから今 YouTube の企画とかも AI で作れちゃったりするじゃないですか、でもあれも俺どんなもんじゃいと思って見たら結構精度高いんですよ、その悪くねえな、そう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 、びっくりしちゃったんですよ、俺うまいなと思ったのが、はい、直樹マンが一回チャット GPT を紹介する YouTube を前撮ってて、はい、途中までバーって見て、でここまでの台本チャット GPT が書きましたって言ったんです、 あうまいなと思いました、すげえ、こんなことできんのかと思っちゃったら、確かにもう太刀打ちできない、例えば今だと X で流れてくるのが小田栄一郎さんの絵で漫画を起こせるアプリも出てきてます、僕の予想は、はい、突然 YouTube に新作のバカ殿が上がると思ってます、新作のバカ殿、要はフル AI ですね、だからもう志村けんさんが蘇ってるってことです、いや、そうか、
AI って言っちゃうからみんな気づくし嫌悪感を持つんで、うん、突然バカ殿様新作って出して、であ、富士が撮っといた秘蔵映像なのかなと思って見たら、この動画は AI で生成してますとかっていう風なのはどっかで出ると思いますね。もうそのレベルまでいってんすね。もう、うん、今日もさ、カルビと2人でインスタ見てて、はい、で動画見たらエッチな子いて可愛いって見せたらこれ AI だよって言われてゆっくりだね。いやゆっくりなって言って、ゆっくりだ、もう気づかないじゃないですか。わかんないですね。あのレベルってことでしょ。あれ、うん、見ました？ AI の AV。 え、見てないです。あります。 AI の子がやってる AV があって、 AV 女優の友達に教えてもらって見たんですけど、わざと精度落としてます。あ、 AI の、はい、それなんで落としてるんですか。あの、落とさないといきなりそれ出しちゃうと職業がなくなっちゃうんで。あ、そういうこと。ちょっとずつちょっとずつ多分。まあでも確かにそんなこと言ったらもうじゃあタレント業もね。あ、そうだわ。これめちゃくちゃ陰謀論ですよ、はいはい、陰謀論ですけど、今って有名になるのってリスクのがでかいんですよ、うん、例えばですけど、お金は例えば昔の昭和平成初期のタレントさんの10分の1ぐらいしか入んないですし、うん、で一番でかいのが CM ですよね、うん、CM 出演ギャラって1本うん千万だったのが今100万しないことあります。え、あります、あります。え、でもそれはあれですよ、テレビの CM じゃないですよね。テレビ CM です。これ P ですけど、CM のギャラが60万なんです。安っ。そんなもんなんですよ、実は。まあ、だからテレビの影響力がそんななくなってきちゃってるみたいなことですね。そうです、そうです。広告費用効果がない、費用対効果がないんで、もう YouTuber 企業案件の方が、うん、絶対いいですよ、絶対企業案件の方がいいです。何にもやってないのに、相馬さんどこどこでこんな良くないことしてましたって偽の音声とか作られたら、それが本当だって出回っちゃったり可能性もあるじゃないですか。ありますね。だったら、あの、全部芸能は AI にしちゃった方がいいよねってなる可能性も。確かにね。まあ、しかも事務所の人とかをとにかくそっちの方が扱いやすいじゃないですか、まあ、ぶっちゃけ言うと。まあ、だって炎上リスクないですもんね。ないっす。だからそれが一番でかく出てるのは VTuber ですよね。まあ、そうか。VTuber ドーム埋まりますからね。そうか。そう、いや、結構びっくりしますよね、あれね。やらかしてる VTuber もいるけど、うん、ね。いや、でもね、VTuber ってやらかしても結構戻る率高いんだよ、うん、そうなんだ。だって、結局は具現化じゃん。あ、でその人というよりかは、その人が演じてるキャラにいってるから、意外と大丈夫だったりするんですよ。相馬さんたちの何がすごいって、人気が持続してることがすごいんですよ。持続してるかな。いやいやいや、してますって。してないっすよ。でこれ、うちの芸人も、後輩の子でも YouTube ボーンっていく人っているんですけど、まあ1年ぐらいで飽きられるんで、ストーンと下がるんで、やっぱ維持することの難しさってのありますよね。まあでも確かにそれはそうですね。そのまま人気な人がめっちゃ周りに多いんですよ。あ、前も言ってましたよね。そうなんです、そうなんです。それがもうすごい得意で、得意って、そうなんですよ。ちょっと似てるなと思ったら、直樹マンにめっちゃもう今右腕みたいになってる。いや、そんなことない。だからその俺あれ見た瞬間に、あ、俺と光と似てるなって思ったもんね。なんかポジション的にも、はいはいはい、なんかちょっと分かりました。でもそういうのってあるじゃないですか。あります、あります、うん、向き不向きあるじゃないですか。だからそれはめっちゃ思いましたね。なんか都市伝説 YouTube 全部出てるの多分僕だけなんです。いや、そうですよね。そうですね。僕だから本当やりちんなんですよ。やりそんなとこにちょこちょこ出てる。ああ、じゃあ年芸人界はもう俺と一緒のキャラや、もう本当に。あ、本当にそうです。めっちゃそうですね。僕も本当やりちんなんで、呼ばれないっちゃうんで、本当に。めっちゃわかります。ああ、そうか。持続してるのはすごいなと思うけどね、俺も近くで見てて、ね。あ、本当に。それはだって十何年、12年ぐらいやろ。12年ですね、本当に。ぼちぼち引退考える、いやその年齢とかね。普通だったら、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 プロ野球だったら、まあ考えるし、だもんね。全然しがみつくよね、本当に。はい、後輩全部蹴飛ばしちゃうから。この前もなんか生き霊を見てもらった時に、やっぱ過去の女性がいっぱいついてるみたいな言ってたじゃないですか。そう、守ってもらってる。そう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 。はいはいはい、え、あれって今も守ってもらってるんですか。いや、確かに。いや、もうね、守ってもらってないです。え、もう、彼女公表すると取れます。ああ、バーッと取れます。もう面白。防御力ゼロ。親衛隊全部いなくなっちゃった。あ、そういうことなんだ。納得いきました。早友さんにも見えてるかわかんないですけど、シルクもさ、それ行ってないのに、この家来た瞬間に女性ついてますみたいな。言ってて、ね、そんなそう一致することあんのって思っちゃうんですか、うん、そうあるんすか、そういうのって。あ、もう見えてりゃあるんじゃないですか。全然。シルクもやっぱあいつガチモンなんだな。じゃあもうこれ、いや、すみません、なんかこういうのってなんか答え合わせになるみたいで、うん、ちょ聞くのちょっと忍びねえんですけど、うん、はい、ついてるんですか。あ、そうだね、はい、もちろんついてますけど、奴隷が
って感じです。え、そう、選べる、選べる、いやいや、どれの確認かなと思って、どのついてる人なの。いやいやいや、ひとまず全部教えてもらっていいですか。多分俺の予想、これゆい先生違ったら違うってコメントください、うん、はいはい、ゆい先生が多分払わないのは、うん、女性ファンとかの生きるを取り除いたとて今の彼女さんと幸せになること未来がないんですよ。なるほどね、はいはい、それは言えないですね。確かにゆい先生は絶対言えないですね。そうやって言えないですね。なるほどね、なるほどね。ちょっとベロ出しちゃって、ベロ出しちゃって、ちょっと待って、これえぐいのでね、これもう動画えぐいのどうしようどうしよう、俺が一番でかい。やべ、今の現状がカルビさんにとって多分一番人生で勉強になります。あ、今のこの状況というか、はい、なるほど、ね、それはめっちゃあります、はい、そこまで見えてるんですか。いや、見える時はですよ。ただ一個の可能性なんで、可能性としてね、気まずい動画だわ。いや、めっちゃなんかこんなこと言っちゃいけないんだけど、めっちゃおもろいな、まあ、おもろい。なんかそのスーさんも気まずいのが、うん、僕の彼女はみんなと仲いいんですよ。あー、マジで。なるほど、だけど多分もうスーさんもめっちゃ顔引きつってるから。ゆい先生ってその優しいから言わなそうっていうのもわかるしね。あの人言わないです。僕よりすごくいい人なんで。いや、はい、いやだからやっぱね、ズバッと言われて。ゆい先生もじゃあなんか言ってないことめっちゃあるんじゃん。いや確かに。めっちゃありますよ絶対。俺大丈夫っすか。いや相馬さん全然今大丈夫っすよ。なんで大丈夫なんすか。めっちゃつまんないじゃん。またなんか俺、いやなんかあるでしょ絶対。何にもないです。嘘だ、なんかあってくださいよ。俺もう順風満帆、事件が欲しいんですよ。なんか大丈夫ですか。いやいや、その女関係とかなんか事故とかそれ大丈夫ですか。病気とか何にもないです。なんでなんで何にもないの。平穏無事。平穏無事。すまんねえ。やだ。まだ新スポ行ってないですよね。ヤスさんのとここれから行きます。あ、行きました。ヤスも行きました。あ、もう行きました、はい、あ、キャン岬。ね、ソーマさんは心霊スポットには行っちゃいけない人なんですよ。まず詳しく、ちょっと詳しく、もう行ったけどね。もう行きましたけど、遅いです。ちょっと遅いです、今日本当はその企画だったんで、行くのはあんまりお勧めできないな。はカルビさんは行っても大丈夫なんですけど、ソーマさんはあんまり行かない方がよくて、はい、行くと下手したら取り憑かれるし、やられる人です。やられるの俺。やられます。やられちゃう。すごっ。それなんでやられるんですか。精神的に脆くなりやすいからです。じゃあキャン岬で身代わりになってくれた2つのパワーストーンだかもしれないな。ちょっと考えられちゃう。パワーストーンってそういう役割なんで、ちゃんとそういうとこ行くと弾けます。じゃあまあいっぱいつければいいのか、逆に。そうです。だから浜田さんみたいに。そうだ。浜田さんでもここまでやってない。でここまでやってない。まあでもいっぱいつけたらね、まあその分切れるだけ、何個切れるかで、うん、それであの心霊のヤバさ分かるんちゃう、うんうん、あんま心霊スポット行っちゃダメなんすね。行かない方がいい人です。そうなんですよ。やば。東京とかってないですもんね、別に心霊スポット。何でも流れておかしくない、うん、だからまあ今日一応持ってきたところは、うん、終わらない葬式って調べたら出てくる家があるんですよ。怖そう。で、ここはそう、おばあちゃんの家だけ残ってるんですよね、なぜか。怖い怖い。で、あとボロボロになってて、で、ポツンとそこに残ってる一軒家なんですよ。で、そこに行った人たち、おばあちゃんの写真と目が合った人は事故ったりとか入院したりとか起こるっていうのはあるんで、そこは取りやすいと思います。取りやすいってやつ。じゃあそこやな。取りやすい。いやいや、やばい、目合っちゃったらどうすんやん。いやでも今めっちゃ怖い。その顔なんすか。マジで。僕は止めてるのにみたいな感じ。いや、そうだし、もう責任取らないやつの顔してるじゃないですか。言っちゃダメだな。いや、もうだからその言い方になってるんだ。いや、もう行かないといけないじゃないですか。行かない方がいいな。まさかの青ささいる。青ささね。まさかの。今から見てる人意味わかんない。これ一応青ささがちょっと僕らの家に泊まりに来てて、うん、でちょっと一緒に行動してるって感じなんです。ね、もう何でもついてきてくれる。いや本当に。ノリが良い。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で着きましたと。そうね。あれだ。あれか。あれだ。これが入っちゃいけないってこと。そうだね。なんか回り込んだらいけそうじゃないですか。もうちょい近づけるみたいだから、はいはいはい、ちょっと近づいてみようか。ちょ、行けるとこまで行ってみよう。確かに。うん。怖っ。近っ。なんでいるの？すげえな。何？
これだな。見えなすぎるな。うん、だちょうど見えなくなった。だから、やっぱさっきのあの道路が一番見やすかったのか。ここは見えるけど。ほら。そこあれでしょ？え、なんか覚えてない？なんか中人いる？いる？ちょ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 。ちょ、触ってるから。ちょ、待って。人いる？ちょ、こいつ、俺の服ギュッと握ってる。窓さ、こっち向いてるってこと？違う。え、手みたいなのない？手？光の加減かな？うわ、俺には見えてないわ。光の加減かも。俺には見えてない。え？え？そこ動いてますよね、やっぱ。あ、やっぱそう？うん。体横向きで手伸ばしてる。やっぱそうだよね。あ、やっぱそうだよね。え、やっぱそうだよね。うんうん。そう見えるよね。うん。これ、俺もそう見えた。あれか、これ、あ、窓じゃなくてここ？人が横向きになってこうやって。でもそう見えたの、俺も。俺わかんない。何でわかんないですか？とんでもないですけど。そういう風に見える。その角度によって、全然、木が揺れてて。木揺れないよ。風ないから。でも光？ちょ、風はないやん。光かなんかわかんないけど、多分あれが揺れてるように見えるな。うんうん、え、肉眼で？いや、肉眼では別に動いてる。このカメラの間でもめっちゃ動いてます。あ、これか。うん。でもそのカメラの揺れに移動してるんで。そういうことだよね。うん。窓のとこ一緒だから。窓の中じゃなくて、合成さんは窓の外だから。え、ちょっと。え、ちょ。え？はい。行きましょう。帰ろう。ちょっと何があった？何があった？え、何？何があったの？ギュッとね、ギュッとね、めっちゃ怖かった。これだよね、ここの中。これです。ああ、全然違うわ。ほら、違うこと言って。全然違う。俺ここ、ここでなんか揺れてるように見えたんだよね。なんか影かわからんけど。まあでも確かに最近そのままね、開花しだしてるって言われてるから。いや、多分なんか見間違いだと思う。まあ普通にあのなんか光の加減とかライトの加減とかってさ、でもライトそこまで映らないからね。これで照らしてたっけ最初俺らのこと。最初これ ですよ、ね、途中からそっちに。ですよね。でこれ結構強いね、残像みたいな。そうな気がするから、俺めっちゃビビって。なるほど、ね、であっちにした途端こっちにした途端見えなくなったから、あ、ライトの強さかなっていうのであったけど、とりあえずめっちゃビビったわ。青田さんは肉眼というよりはカメラ越しカメラ越しでずっとこうやってウニウニ動いてるように見えたって。いやー、やっぱどっちにしろ雰囲気あったね、めっちゃ。いやー、結構あるね。いや、あるよ、あれ。あった、マジで。どんな曰く、有名なんでしょう。そうだね。背景。ちょっと終わらない葬式ちょっと。ちょっと、確かに。工場の音、マジビビったわ。工場の音は、まあ、しょうがない。聞こえなかった？聞こえてない、俺には。明らかに工場なんだけど、もう確定で工場なんだ。いや、俺も、だから、帰り際に、ブエーンって言ってたから、あ、それそれそれ。ワンチャン、え、ごめんね、こいつらこれにビビってたのって。あ、まさかの。ちょっと思ってたから。それにビビってる。じゃあもう本当に、何でもいいんだ。え、いや、でも。か上から柿とかが落ちてきてもびっくりする。いや、そりゃそうやろ。あのタイミングで上から柿落ちてきて。いや、でも柿かってならないんだ。ならない。以前は裕福な家庭の住居または別荘だったことが推測されます。1983年頃から放棄されたとされる心霊スポットです。なぜ終わらない葬式の家という名前になったかというと、家財道具と特定の遺影に関連しています。この廃墟となった家ではまるで時間が止まったかのように多くの家財がそのままにされています。はい、2階には黒いリボンがついた老婆の写真があり、それが家族が急に去ったお葬式の様子を物語っていると言われています。この家が残されたことで家の中でお葬式が終わらずに続いているかのような印象を与え、終わらない葬式の家と呼ばれるようになりましたとのことです。なるほど。え、それでさ、俺思い出したことあるんだけど、実は高円寺にも結構不気味な廃墟あるんだよね。あ、そうなの。家から近い、明らかにポストとかにガムテープビヤッと貼ってあって、で、スライド式の玄関なの。あ、はいはいはい、で、スライド式の玄関なんだけど、そのガラスなんだよ。下の方2箇所穴開いてんの。割られてんの。で、割られてる上からガムテープを貼った形跡があって、しかもなんか段ボールとか、これいつの
みたいな、うんうん、もう古いやつだね。だからなんで俺がこれで思い出したかっていうと、うん、その廃墟もその俺覗いたことあるんだよ、うん、その穴から、はいはいはい、全部置きっぱな。でちょっと2回寄ってんだよね、そのもしかしたら、うん、最悪すいません。お前さ、自作自演がお前もう自作自演がもう CM の音が流れると思う。もうお前怖がらそうとしすぎやって、まあ、怖かったけどまあ、ね、なんともなくてよかったっすね、うん、めちゃめちゃ普通に怖かった怖かった、ね、普通に怖かった、うん、でもやっぱ深夜に廃墟行ったらそれは怖いよね。まあ確かに、それはそうだ、うん、それそうじゃん、うん、そ簡単な方程式、まあね、うん、だからまあまあまあ、まあその例がいたかどうかわかんないし、まあわかんないわかんない、そうそうそう、もちろん、しかもなんか影で見えるちゃう可能性もあるし、ね、まあそう、なんか思い込みとかもね、あるから、めっちゃあるから、うんうん、機械音にビビってんだから、うん、そうだから、うん、もう正直俺何でもビビる俺ら正直廃墟よりまああれが怖かったね、一番小僧の音が一番怖い最後、まあまあまあ小僧の音が一番怖い、まあでも何でもビビる、何でもビビる、ほんとびっくりしちゃうよね、びっくりしちゃう、びっくりしちゃう、びっくりしちゃうっていうだけでした。まあ工場が一番怖い、うん、現場からは以上です。じゃあ青鈴帰ろうか、はい、帰りましょう、帰ろう帰ろう帰ろうぜ、こっから普通に家に帰るのおもろいな、青鈴と普通にね